お待たせしました。めっちゃピアスやば。何それ、何個ついてんの全部で。16? だからこうついてんのこれ。食堂に引っかからんの？大丈夫。できる、なんか、じゃがいもとか飲み込めるさ。マジ壊す子。人造人間みたい。やば。だから全然。あ、そうなの、はい、それってぶっ刺したりできなくて、皮膚を通してるって感じ。そうなんだ。これなんか何系っていうの、なんか地雷系とかいろいろあるやん。わかんない。わかんない。そうなんだ。めっちゃいいです、なんで。そう、これ、ゴミ箱してるんだ。これ、ここら辺ないよね、なんか。え、ね、これ。やば。穴開いてるやん。拡張してる。そんなんできるの、耳って。できるの、耳。マジで知らんかった。拡張できるんや。そうなのね。でも俺、結構なんかさ、自分では自覚ないけどさ、地雷系って言われるんやね。そう。つまかないするしなくない、あんまりしない。しんよね。どうするどっかに地雷あったら。どっかに地雷あったらどうする俺。見てみるでも、ないと思うけどね。でも何するか決めてなかったね。何も決めてないよね。何ね、でもどっかご飯とかしかないよね。名古屋に住んでんの？名古屋に住んでるけど、あんまり来てるのかな。そうなの？どんぐらいかかったら来るの？結構時間かかったら来るの？いや、全然ここ来るのに30分ぐらい。あ、そうなんだ。え、結構かかってんじゃん。いや、そんなにそうなの？着いたの1時間前ぐらい。1時間前ってた？何しちゃったのここで、一人で。普通にずっとインスタとかツイッター見てた。マジ？ずっと暇だったやん。よく頑張って待ったね。帰ろうと思わんかった。もし、うん、連絡なかったら帰ろうかな。ああ、そういうことね。よく Tinder で会ったりするの？はい。会うの？会わない。会わないの？なんで今日会ったの？なんか時間あったからいいかなみたいな。そんな感じ。そうなの？今まで一人もない？会ったこと。一人もないの？一人だけ会った。あ、そうなんだ。それ以来会ってない。そうなんだね。何したんかって、ご飯行った？普通に遊んだ。Tinder の人普通に遊ぶって何？普通に遊ぶのちょっと意味わかんない。遊園地とか？いや、カラオケ行ったり、うん、行ったりする。あ、そうなんだ。 Tinder でさ、遊ぶってさ、俺はご飯しかいつも行かないけど、あのホテルとかさ、行くのが遊びって言うと、Tinder の場合。いや、全然実際行った？行ってない。めっちゃ健全な遊び。嘘やん。そうなの？あ、一応でも純粋そうには見えるけどね。意外と純粋っていうか、単にそういうのが嫌いなだけ。嫌いなの？そういう恋が嫌いみたいな。そういう恋が嫌い的な。そうそうそう。え、でもそういうのってさ、なんだろう、俺の偏見だけどね、偏見だけど、そういうのが嫌いな女の子ってさ、今までまともな、男の人に相手されなかったから嫌いになっちゃったかなみたいな、そういうの思ってる。それもあるけど、単にトラウマがあるから。トラウマ？すげえやべえプレーとか。いや、ちょっと家痛くない。そうなの。でも俺の友達さ、なんか、めっちゃドイツの女の子にさ、SM のホテルとかあるじゃん。そこでさ、3日間さ、なんか、貼り付けられたのを放置されたらしいよ。怖くね？警察と対応したって言ってたけど。どうしよう。どうしようね。でも、ここら辺だったら、なんか、ゲルド、あっちの方のご飯とか。門限が。うん。門限あるの？な、今 18？ 今 18。あ、そうなんだね。門限あるんだ。10時？マジ？俺厳しくね？めっちゃ厳しい。ね。だから20歳までは門限だね。ガチ？今で学生だよね。え？学生だよね。ええー、そうなんだ。だから、まあ、うん、ご飯食べて少しどっか行ったら終わりかなって感じ。まあ、ご飯食べるぐらいしかないね。これかわいい？あ、クロミちゃん？クロミちゃん好きなの、めっちゃ。いいね。そう。あのね、昨日買ったんだよね。そう。めっちゃ可愛くない？これ。欲しい？あげんよ。絶対あげんよ。宝だもん、これ。どうしよう、ご飯ね。お腹空いてる？そうなの？何が好き？何が好きって言ってもさ、女の人に何、どこ行きたいとか聞いてもさ、みんなどこでも行ってんもん。あれめっちゃイライラするよね。言うやん。どこの、どこ行きたい？食べたいものは特にないけど、煮物屋さんだったらあっちの方。え、なんて言った？食べ物屋さんがあるんだったらあっちで銀の剣とか。あ、そうなの？犬毛の方行ったことないよね。そう、いつも俺、ここより半分、あっちか、ここらしかないかな。でもあんまりご飯屋さんどこに何かあるかわかんないから。そうだね。10時か。何時にここ出んといかん？
9時半に9時ぐらいに帰れるでしょ。ほんと？もう6時半でしょ。次は、別。あ、そうなんだ。俺早食いだからご飯30分で終わるんだよ。だからもう、すぐ帰れるやん。そうだね。うん。どうしよう。どうしよう。でもなんか、あっちの方にさ、なんか今期間限定でなんかのフェスとかやってるって聞いたけどな。ああ、ワインのやつ？あ、そうっけ。てか、顔見たいんだけど。え、今がいい。下ろしてよ。なんで？じゃあ、一斉のでおろそう。いい？とりあえずご飯決めよう、そこで。うわ、じゃあご飯そこ、そこ、そこ、そこね。顔見たいもん。何その、めっちゃ恥ずかしそうや。そうなの？俺の顔見たい？いや、いいよ。なんで？なんで？見たくないの？あまり興味ない。あ、もう俺自体ね。違う。楽しいわ。そうなの？なんかさ、俺、ママにさ、こういうのなんかつけてたらさ、なんか、ダサいって言われてない？どう思う？マスキングテープっていうか、こういうのをさ。いや、でも、そこにそれつけてたら初めてだ。そうなの？俺めっちゃ可愛いと思ってさ、やったんだけど。そうなの？ダサいこれ。いや、別にいいんだよ。可愛いよね。なんか、ねえ。うん。これ欲しいな。これちょうだい。可愛いから。つけたい。なんで？そうなの？俺の、このピアスと交換したい。めっちゃ欲しい、それ。どこ行ったら買えるの？借金とか？プリズムっていう。うん。プリズム違う、ビゴーかな？ビゴーとかで買える。あ、そうなの？初めて知った。じゃあご飯行こう。ご飯行く？そうだね。ご飯ってさ、あっちやっけ？何が？ワインのところ、あっちやっけ？俺、看板をあそこら辺見たけど、どっかわかんないんだよね。私、ワイン飲めない。そうなの？俺もお酒全く飲めないから、そこやめようじゃん。ちょ、ごめんごめんごめん。やめて、あっち？なんかあるっけ？お姉さん！手つなぎたい。お姉さん、手つなぎたいな。お姉さん、手つなごうよ。Tinder であったら手つなぐの普通でしょ？普通じゃない。手つなごうよ。ダメ？ダメなの？なんでそんな怯えてるの？いや。手つなげますか？じゃないとご飯行ってあげないよ。ダメだよ。手つなぐ？じゃあ、手つなぐか、キスするか。どっちもいい。お願い。どこ行くの？どこ行くの？ご飯。ご飯あっちじゃないの？あっちなの？あっちがいい。だって俺こっちじゃないもん。怖いからあっちがいい。あっち行こう。かわいいね、お姉さん。めっちゃかわいい。妹にしたい。義理の妹になってほしいな。いい？なんで？お願い。結構モテるでしょう。モテる？モテる？何自分で言うの？本当にモテる？なんで？そうなの？いやでもモテる人になんかこういうこと言うのは、ちょっと、あれだな、緊張するけど、一つ言いたいことがある。ちょっといい？好きです！好きです！ねえ、どこ行くの？ご飯行くの？あっちは？あっちの見た？なんで？トイレ行きたいんだけど。トイレ行っていい？ごめんね、はい。ちょっと、トイレってあるよね。ちょっと急いで行ってくるわ。どうしよう。わかる。それはわかる。あるよね。あるよね、多分。見たよ、俺。どうしよう。じゃあ俺さ、ちょっと、トイレさ、ちょっと走って行ってくるからさ、ちょっと待っててくれ。一緒に行ってくるわ。待っててくれ。いい？で、すぐわ。どこ行った？どこ行った？待ってよ。
またにやられた。もう、どこ行った？もう。なんか LINE 来てお母さんが倒れたって言ってました。え、マジか。お母さん倒れちゃったんだ。さ、心配だな。それはしょうがないか。まあ、それはしょうがないね。また今度遊ぼ。よし、じゃあこの子、お母さんが倒れてちょっと急遽帰らないといけなくなっちゃったみたいなんで、また今度このことを遊ぼうかな。ということで、ありがとうございました。次回予告と思って、思わず声かけちゃいました。これってナンパですか？そうです。ナンパっていいんですか？明日もやばくないですか？ごめんね、急に。大丈夫。あ、今、ちょっと道聞いてただけです。本当ですか？変な人、びっくりした。びっくりした。知り合いですか？違う。嫌がってる？嫌がってはない。わっしょ！ありがとうございました！